NHK の安留です。よろしくお願いします。はい、万博の防災対策についてお伺いさせてください。はい、南海トラフなどの、巨大地震の 対応策としてですね、はい、博覧会協会の方で、およそ15万人の、帰宅困難者が発生することを想定して、今計画を策定していると、いうことが報じられています。で、詳しくはその計画をチェックしてからということになるかなとは思うんですけれども、現時点でその市として帰宅困難者対策にどういうふうに取り組んでいこうとされているのか、現状の検討状況とあと今後に向けてのお考えというのをお伺いさせてください。はい、多分木下さんもそれ聞きたいと思うんですけど、今時点でもう多分分かってはると思うんですが、これ記事内で防災実施計画の全容が明らかとなったと書かれてるんですけども、防災実施計画に関しては次の理事会でですね、議題に上がるというふうに、報告を受けてまして、ちょっと詳細を組織的にまだ共有はできておりませんので、だからちょっとお答えづらいところはあるんですが、この実施計画が示された時にはですね、実施計画に基づいて、府市関連機関と連携して対応していきたいと思います。帰宅困難者というか、夢洲の方で何かあった時にこう災害対応として、こう海上また空からいろんな手段でこうアプローチしていく、その訓練も今度知事も参加されて実施される予定ですので、これは府市としても実施計画に基づいて対応をしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。はい、次の質問をお受けします。関西テレビさん、万博、先ほどおっしゃった通り、その防災のところですけれども、はい、今のお話ですと、来週の理事会で、防災のところが議論されるということですか。それはだから、今の状況を鑑みると、一定の防災の実施計画が出てきて、それをその理事会で揉むという、そういうイメージでいいんですか。そういうイメージです。これ書いて産経新聞さんに聞いてくれた方がいいんじゃない。これだって受けてないもん、まだこの説明だからこれね、でもちょっと昨日も言いましたけど、こんな感じでこう、いやメディアさんが悪いって言ってるんじゃないんですよ。こうなぜ情報が出るんだっていうところにちょっとお互い疑心暗鬼になっちゃうじゃないですか。これはこういうことになると、その多分その大阪が出したんかとか、どこが関係者出したんかとか、その東京で出したんかとかなってしまうわけですよ。だからちょっと情報共有をちょっとこう滞ってしまいかねない、僕はこう万博の運営っていう面ではこういうふうに情報が出ていくのは非常によろしくないと思いますね。火災で別にメディアさんを責めてるわけじゃなくて、出してる誰かが出してるわけですから、こういうのはもう絶対にあってはならないことだと思います。この説明を受けて、そうですね、しかるべき対策を関係機関と連携して取っていきたいと思います。ここのところずっとお聞きしてて、かなりしつこいことになっていると思いますが、避難所のところですね、だから夢洲が孤立化してしまって、避難所を作るっていうのが今のところ、どこにも予算が出てないっていうのは前お話ししたと思いますけれども、でそれを踏まえて、部局の方から市長はこう申し入れてくださってるっていうお話もされてたと思うんですけど、今回そういう避難所について、ちょっと中身のところまで踏み込んで言えるかどうかは別として、ちゃんと議論されていってるって考えていいんですか。産経新聞さんによりますと、来場15万人3日で避難というふうに考えてて、取り残された場合は、夢洲内に取り残された場合は一定こう島内でとどまって食料を確保すると。で、例えばその外国の方、まずは海外の方ってどうなるかっていうと、こう夢洲から避難して次は交通機関からおそらく自国に帰るっていうのが想定されますね。で、例えば他府県の被害を受けてない他府県の方は当然一時避難するけど、そのまま自分のご自宅に帰るのが考えられるので、まずは安全確保のために島内に留まって、そしてそこからご自宅や周辺にどう移動していくか。例えば大阪市内の僕が被災して、
万博会場で被災して出れなくなって4日間、会場で過ごして、次はあの自分の大阪市内の自宅に戻るわけです。そうすると自宅の避難所に、あの自宅が壊れていた場合は自宅の避難所に行くことになるかと思いますので、あの そういうスキームになるかと思います。なんで、あのまずはこう中で留めて、その分の食料や対応をどうするか、で、あのどういうふうに移動するかというところが、まあ、一つ議論になるのかなと思います。だから、あの、まあ、予備費になりますけど、避難所についても、まあ、あの要するにパビリオンとかがですね、あれ滞留できないというふうに聞いてます。あの人を流していく施設なんで、あそこを避難所にすることが法的に難しいという話を聞いてるんですけど、その場合避難所というのをきちんと作るということも含めて考えていかれるということでいいでしょうか。うん、産経新聞によると、こう最大15万人を3日間で船舶などで避難させるって書いてるので、まあ、いろんなところで避難する手段を考えてるんじゃないですか。あのそこも含めて防災計画を作ってると思いますので、まずちょっと理事会の議論を通じてで確認していきたいと思います。これはあの、ま、最大その南海トラフが発生したときに、まあ、実際にこう島内でどう避難するかというのを詳細に作られているものだと認識してますので、これ見てからちょっと協議をしていきたいと思います。わかりました。はい。